11番選定者。2K ハヤテ。こんばんはー。か、い。無音なの橋よう。あ、テストテスト、放送テスト、放送テスト。俺がマナーモードにしてただけでした、すみません。テストテスト。はい、音声旅行。だいぶお久しぶりです。どうもどうも。257さんと、伊藤さん。どうも、お久しぶりです。いらっしゃいませ。
なんやかんやもう、パソコンを起動したのがもう、そもそも2週間ぶりぐらい。いやー、なんつうか、とにかく忙しかった。おっしょだ。よーし。あ、やべ。ワンタッチ忘れてきちゃった。ビッグマック生徒。ビッグマック生徒。私は、いい人です。どうも、キリマさんいらっしゃいませ。だいぶお久しぶりですね。そもそもあれだな、ムクを起動するのがもう何年ぶりだろう。超久しぶりだ。もう、もう引退かと思ってた。いやまあ事実上引退じゃねえ。そもそも始まってもいなければ、うん、ただね、僕がビッグマックセット副賞、副賞、私はいい人です。そもそもね、なんかもうやってなかったから、人生マジで暇にしてた。人生暇ってもったいないですよ。いろいろやるゲームあるじゃないですか。スプラチーノとか、ビッグマックセット、ビッグマックセット約50。そうか、自分が7000台だから7000台の人とマッチするのか。必然的に僕よりレートは下なんで、部屋ガチャは外れです。自業自滅でございます。明日やりますか、エイデラ。いやごめんなさい、明日はねマジで帰れないんで。もうね、やっとできたんですよ今日、時間がようやく。もうね、昨日だってもう9時ぐらいまで仕事しましたからね、夜。昨日の今頃まだ職場にいましたよ。ビッグクラポンだな。相手がアイテム使うまでは僕は使いません。そういやこの前 J66 取りました。邪剣ディスコに貼っときますね。はいはいはい、ついに取ったか、復刻から。できればね、冬に見に行きたいと思ってるんですよ。せっかくね、上越来てくれるって言うんだったら。まずいなこれ。お、思ったより早く仕掛けてきたな。また僕は人生暇生活ですか。暇生活、ちょっとね、しばらくはね、やべえわ。ゲームすらろくにできないよこれじゃ。ビクラポン、黒や背番号最低の300と、どうしようかな。お、キノコ1個でいけるかな。危な、いいとこ置くねあんた。しまいにポックラいっちまうかも。しまいにポックラ大丈夫だよ。2週間空いたけど生きてるってことは大丈夫じゃねえか。僕自身がもうね、なんかもう間空きすぎて配信のやり方を忘れました本当に。でまあ当然のことながら、あのキャプボがいつ行くか分かんないんで、最悪途中でアディオスチャレンジ大成功してもすいませんだね。クロヤ当たった。マジで言ってんの。結構暇すぎてオツになりそうになった。本当？それはなんかごめんなさい。じゃあね、はい、セレクト。いいね。俺じゃあ8000には戻れないな。多分続けてくんないだろうな、この人。でも先にアイテム使ったのは向こうだからね。150。原点当たった遺跡行くか。スイートチスポーツもね、ついこの前そのポイント2倍デーがあったじゃないですか。今それは終わって、なんだかんだ 1.2 倍でになりましたからね。1.2 倍っていうか、なんつうんだろうな。まあ、いつものことながら、1時間ごとのボーナスではあるんだけど、1.2 倍。チェッキングユアブラウザー。お、チェッキングユアブラウザー、アイフラシかな、多分17番さん。いらっしゃいませ。ありがとうございます。お久しぶりでございます。たまにヒカルさんがつべでショート動画出した時を、はいはい、ヒカルさんやるかと思った。あれ、もうほぼ何年、コテハン忘れたアイフロ。あ、どうもどうも。いらっしゃいまし。黒や。ああ、さすがに前見てるか。お久しぶりです。大変お久しぶりです。どうもどうも。お、なんすか。マイクロソフト、知らんがな。わしはパーソナルコンピューターには詳しくない。2週間ぶりかな。約2週間空きましたね。なんだかんだで選挙から出んだよ。オッケー、入り替え点と進路 R の1番。
マジで忙しかったこの2週間本当に。別に当たんなくていい、これは。あ、いいでしょいいでしょ、 OK。 逆に使ってくれたのはありがたい。選挙カーさえ出なければ俺の勝ちだこれは。エーデラとかスイートチスポーツやりたかったな。おお。ハグンボイ、あ、ガンボイいらっしゃいませ。どうぞ。もう黒や最低。木野さん出たからラッキーと思ってたらまさかのこういう。お、あんた飛べんのか。ふーん。じゃあまあ俺も使える手は使わないとな。設置にさえ当たんなければこれは僕の勝ちだ。1位がどんなに頑張ってももうこれ以上は抜かせないんです。誰だよヒカルさんを5時起きにさせて仕事をさせるのは。それはね、他社です。僕の会社じゃないんですよ実は。ちょっといろいろいろんな絡みがありまして、5時に起きてで7時には出勤してでその別の会社のとこに、なんつうんだろうな、まあ、向かうっていうね。他社どこですか？クレームつけます。いや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 、これからお世話になるんでそれはダメですよ。黒だよ背番号60番。じゃあ、はい300。おっと当たっちゃった。あんたスナイプうまいな。これで近寄れないだろ背番号60番。いや惜しかったね。せっかくなら巨大最後までほじっとけばよかったね。あくまでも私派客だから文句言えばいいんすよ。それはわかる。よくさ、あの駅員さんとかにさ文句言ってる人いるじゃないですか。もしも自分が客だったら、てかさ客の立場だったらもうなんつうんだろう、クレーム派金だな。そうに決まってる。クレームは客です。金客、うん、どう選ぶかで、ね、見方を変えれば金だし、見方を変えればもうお客さん一人の意見で、ね、100cc100優先2人で100か。天下一品を天一を引いたもんだよ本当に。実際そんな感じ。なんすね、難しい。こんばん。どうもコロロさんいらっしゃいませ。そうなんですよ。五時起きは辛いっす。確かに夜に比べたら朝の方が。天下一品。ひろゆきおる、わらわら。ひろゆき。下品。この沖縄の木。ひろゆき。遺跡。そうだな、天下一品から天一を抜いたら残るのは下品です、確かに。まあしょうがないな。2番線ドアが閉まります。世の中いろんな人いるから本当に。バス進行、あいいぞ、よし。そんなことよりさ、休暇が取れないんですが、これから冬にかけて。てか今日ニコ生やん、釣りだー。でございます。俺もワンチャン夜勤とか入る可能性あるわ。あ、マジっすか。コロクさん、あれっすか、夜大丈夫な人っすか。僕はね、もう眠気には逆らえないんで、夜勤とかもう NG 中の NG なんですけど。下品な天下一品になる。あくまでそれは、天一を抜いた時の話。お、願望合流確認よし。夜勤 NG なんで。結構ね、残業でも危ねえのにな。天下一品の天一のラーメン。天一のラーメン、そっちだったらまだいいな。てか家の近くに天下一品なんてないっすよ。こんな高級な家系ラーメンあるけど。夜が分からんの。下品ラーメン。まあまあまあ。天井一品だったら上品。天井一品、それはどう。下品なラーメン派勘弁。勘弁。ちなみに僕は明日6時起きですか。おお、黒や背番号60番最低の300と。ベイベーはあかん。ベイベーはあかん。さっきの人やん。そう、怠慢じゃなくなった途端も俺の負けは確定してんだよな。あれれー、あんベイベー、お前さんは総力があるから。ベイベーはあかん。お、黒や。おっと、何でだ。私は仕事辞めても6時半起きですよ私は。6時半か。それもどうかと思うな。毎日6時半とかだったらきついけど。おぶね、どうするにゃっけ。コテハン、アットマークをつけて。規則正しいな。実際ね、6時半だったらちょうどいいな。名前、そうそうそう、そういう感じ。いつもだったらね、
あのリツイート世界部屋ゲームホストなんとかニコ生みたいななってるんだけど、土日でも明後日も8時くらい甲子園で俺くん、そうあ、俺くんおしさでございます。これでいいか、何年ぶりだろうでございます。そう、そんな感じ、上手にできました。黒い、危ない危ない、運転手さん、ライビングがあって、おっと、どっち投げとんの。着戦して、各駅停車、3番。8時にね、起きるんだったら、まあいいんじゃないですかね。優先2人前散った。とりあえず、風呂入ります。利用外です。そうだ、相変わらず俺くんは無空ができないんだ。なんかもういい加減バン解除されるより中古の Wii 買った方が早い気がする。あとコロナ陽性した。おっと、僕と同じ道をたどるんですか。僕も一瞬無空できてなかった。おう、そうか、アイフロさんもなんだかんだそうコピーが終わったんでしたっけ。結局データの移動が終わり、とりあえずは別の Wii で起動できるようになった。移行完了よし。お、もう治りかけっすけど、わら、うんうん、中古のやつ買ってもバレてバンされるんじゃなかったっけ。バレるんか。俺くんにバン解除してもらえるかもしれない方法を教えました。お、マジの助ですか。お、150円解除今日初してもらえるかもしれない方法っていうのがなんか、そんなことあるわら。いや、まああれじゃん、ツイッターのなんつうんだろう、運営っつうか社長が変わったのと一緒でさ、運営が変わったらミスタービンじゃなくなったらなんかあれは無理や、あれは無理だろ。それに関してハリーもしくはモデレーターが監視してるからな。ベアンに直談判。直談判か。でもまあ俺くんフレンドリーだからいけるべ。ハッシュタグビンは友達。よし、確認。まだいいや。黒だ。モデレーターでもバンできるからね。ああ、じゃあそうか。おっと、トゲ受けやめよ、1回目。そう、モデレーターっていうシステムに関してはもう一緒だもんな、確かに、それは。かわいそうではある。本体変えてセーブデータ最初からにしたらいけそうだけど、どうなんやろ。いやー、それはね、セーブデータが残ってたね。日本人にも。ねえ、誰だよな。お、利用外です。ほうほう、よし。そうか、マスク、セーブデータが、あんなことばっかりしてたらツイッター倒産するで。僕はマスクがこのまま暴走し続けたら倒産すると思うわ。倒産かもよ。日本人モデレーターって誰なんだ。なんだ、ジョルシかな。あの人何かしら握ってそうだしな、このゲームに関しては。出なけりゃ韓国ディスクなんて持ってないでしょ。私だ。おっと、キリマンさん、まさかの。キリマンさんアンチ無垢だからな、あまり良くないんじゃ。おっと、別にアンチ無垢ってわけじゃないんだけどさ、クトから希望を抜いた場合、残ったのが黒だ。アンチパイラシスクリーン、日本人もアンチパイラシスクリーン。そういや、花と山鳥の所属ってどこでしたっけ。いや、花と山鳥の所属は高崎ですね。どうも、司令長いらっしゃいませ。S から始まる。S って誰だっけ。クーローだ。私はこのゲーム展開一品で点1引いてる素晴らしいゲームだからね。ダメよね。それはあかんのでは。危ね。おっと、危ないよ。そういうところでパウで遊ばないで。よし、ロンキア短期で行くか。黒だ。オップナイナー運転手さん。お、一石二鳥か。いや、もういいかな、無垢派。無垢はいいんすか。無垢やらないとなんかあれだよ、精神的に安定しないよ。5、4、3、2、1。オッケー。でも私土曜日カウントダウンで9100からカンストしましたよ、なんだかんだで。マジ高崎ですか。うん、高崎だと長野で買いたいですかね。いや、残念ながら長野ではないらしいです。デカマリカ自体やってきてるかも。
時代は、うん、まあそれに関してはわかるっちゃわかる。みんなもうね、完全にドックスに移行し始めてるよ。僕はね、ムクがやりたいからムクやるんだけどさ、確かにね、周りはもう完全にスプラチーノかドックスのどっちかっすよね。まあ、しゃあない。あれ、星チェっていう星じゃないこれ。スプラでしょ、みんな。皆さんどっかで見覚えないですか。だいぶ前の、なんだっけ、あれはツベ配信かな。星チェっていう星。こんな時カズさんがいればこんな時カズさんがいれば。隔離状態に移行しました。ほら始まった。見てみろ。言ったろ。スイトチの起動早いよね。ドックスも最近少なくなってきてる。まあね、おっと引退か。こうして残ったのはスイトチスポーツだけだ。僕だってね、時間があればスイトチスポーツだって電車とこだって両方やりたいんですよ。スプラのせいで。あ、そっちか。まあそれはいいことだ。スプラはね、流行りのゲームだから別に皆さんそっちに移っても思わないとは思う。ヒカルさんのリーボルチオンツイート草。あ、見ました。まあ、そういう捉え方をする人もいるんだよ。あんな以下のゲームなんて下品なゲームやろ。そう？その割にだって興行収入いくらいくらってなんかやってませんでしたっけ。それ見てなかなかすごいなと思ったけど、まあ向くには及ばないね、多分。このゲームはなんかいろいろとぶっ飛んでるからな。いくらスプラトゥーンが頑張ったところで次の、そうだよな、スプラトゥーンがいくら頑張ったところで、まあ4年後5年後ぐらいには多分スプラトゥーン4とか出てんじゃねえのかな。イカ臭いカボちゃん出た。それ司令長のかっこいいじゃん。イカに多いゲームだよ、イミシン。そうだな、スプラチーノに関してはだって、あ、でもあれか、初代はもう2014とかそんぐらいになってたのか。もう10年経ったのか。あ、あの塗装工場のゲームか。塗装工場スプラ、そうそうそう、塗装です。西武鉄道無塗装車。てか気がついたら1走ってんだけど、怖いなこのゲーム。黒、お、消した。あんた甲羅で消せんのか。おうおお、絵師確認、絵師確認。司令長の囲い、司令長の囲いだね。つまり副司令ってことだ。いいね、出世頭、なかなかの役職じゃないですか。下課長無空なんだ、エデラかと思った、やってないから。あれ、前回8億歳やったのいつだっけ。もう覚えてねえよ俺。いよいよもうなんか覚えてねえわ。なんか降りそうだな。黒や、背番号60も。やべ、忍びだこれは。 OK、 ここまでいければ十分。約3週間前、3週間前、そんな俺ハチドックスやってねえか。土日ね、ちょっとだけハチドックスやったんで。2週間前は無空でしたね。無空か、配信派ね。おう、そうだね、配信最後やったのなんやかんや3週間前か。だいぶ空いたな。お、ガンボが3位で、とりあえずプラスですね。優先権がね。三連雲とか勝てるわけないだろ。伊藤さんか、なんか覚えてたの。ヒカルさんがかなり卑怯なおじさんだったので覚えてます。さすが。まあその前はスイトチスポーツだったっけな。うん、別にね、僕の中ではね、スイトチスポーツが連続してもいいかなって思ってるぐらいにやりたい。まあ、時間がないんだけどね。あ、間違えた。お任せにしちゃった。遺跡はさっきやりました。虹。結構ね、スイートチスポーツ人口も何やかんやで増えてきたからさ。じきにね、4V4 とかやりたいんだけどね、サッカーとかさ。そのためにはもう一声、もう一声欲しいね。ハチドックスはね、たまに部屋が埋まるぐらいだから、もう十分。正直俺スイトチスポーツだけでいいと思う。アイテムコンプまでは。ごめん、この部屋隔離じゃなかった。へい。え、マジで？多分星ちゃって星がいるからあれじゃないのかな、隔離かと思ったけど、意外に耐えてるかこれは。おっと、アイテム売り切れ、よし。
危ない危ない。ウィリー崩しの里。うお。伊藤さん、ルイージマッハか。お、今なら 5% オフ。よ、黒だよ。まあ、わからなかったら部屋表を見ましょう。まあ、そうだな。それが一番確実ですね。第二閉塞、進行。止まるな。黒だよ。ルイージマッハとかムアビーンじゃん。そうだ、ムアビーンだ。伊藤さん、実はムアビーンの、その、囲い、囲いって言っちゃあれだけど、サブモデレーターみたいな。黒や、危ね。ビーンモデレーター何人持っとんねん。やるな。ムアビーンチート35,000。ムアビーン2000バーでいいよ。チートではあるからな。むしろあの人がチートを生み出したと言っても願望回避か。なんか来てる、なんか来てる。おお、黒や。願望いブルーシックス。ムアビーンにトイトチでめっちゃサブスクしてるって本当ですか。スイッチで。そうなの。あ、なんかそんな話は前に聞いたな。本当かどうか知らんけど、まあ需要はあるんじゃない。今トゲ打っても意味がない。黒や、自己回収よし。あんた近畿で持ってんのか。あれこれ再開じゃね。100ぐらい減る。お、ぴったり100減った。二度3、1分と出ます。願望が3、一応プラスですね。私最下位でございます。今のは無理だ。前半割と順調に走っていたんだけど。ビーンとは何も関係ないです。私、あ、関係ないのか。私は今ジムです。もはや報いやる気ゼロじゃないですか。ジムでこれをラジオ代わりに聞いてる人って他にいないでしょうね。150やりたくない。悪くはない。あ、そう、向く楽しいっすよ。ほら向く、バイク運転できるじゃん。法定速度無視できるじゃん。もうこれやるしかないね。冬だからカーバー行くか。てかそうだよな、冬になったら本格的にもう今歩いてるから。歩いてる、走ってるじゃなくて歩いてんのか。生まれてこの方、ジムっていうのを一回も行ったことないんで、どういうシステムなのかよくわかんないっす。こんばんは。お、カズさん、どうもいらっしゃいませ。見てください。走ったらまともにコメ打てない。あ、まあそうか。コメント打つためにわざわざ歩いてる。お久しぶりですね。お久しぶりです。もうなんだかんだ2週間。ベルトコンベアーみたいなの歩いてそう。うん、なんか切りますね、そう。で、ビッグマックセットとかコメント打ってんでしょ。笑うでしょ、本当に。出発進行。ありがとうございます。確かにビッグマックもいいんだけど、危ない、運転さん。いい運動だと思います。いい運動だ。そうそう、それの速いモードでは知ってる。速い。歩いてるっちゃ歩いてるけど、速いんだ。あ、どうも、黒さんいらっしゃいませ。歩きモードっちゃ歩きモードなのね。危ない。うう、早歩きやな。立ち入り禁止。早歩き、一応それも運動ですからね。危ね、オーサウトするぞ。だった。おーちゃん、危ね。理解、テント、シンの、アールの、じゃね、中継進行、危な。第二閉塞進行。いつかやってみたいと思ってるんですけどね。その前に筋トレしてたけどね。おお、じゃあだいぶお疲れじゃないですか。えらいね。なかなかあれだよ、この界隈でジム通ってる人っていないんじゃないかな。疲れてるよ。疲れてるよな。強いて言うならば、ゆうかわさんがまあジム通ってそうな体型ではあるけど。来たな、黒だ。使えなかった、今の飛ばなくてよかった。ごめん、ニトさん、あとひろゆきくん。私は最低です。最低の300頭です。黒や、おっと、誰か落とさんされた。1分26秒、時間勝負。1分56秒、定時。おわ、中継進行いらんて。もうええて。あ、危ない危ない。
なんか来た。まだ働いてないからいいけど、これ働き出したら想像しただけで。おう。まあまあまあ。働くことは考えなくていいんです。黒や、多くねえか。2分1秒、時間照合2分31秒、純速3、よし。こげ言ったけど、ちょっとこの距離じゃ無理だな。あまり関係がない。何も悪くないのに懲役40年。何も悪くない。おっと、背番号だ。おっと、せ、おっと、せ、無理だね。まあ、ミートですけど、金払います。だったらいいんだよ。お金を稼ぐために働くんだから、お金があるんだったら働く必要はありません。それでいいんですよ。願望が5。残念、マイナスか。ニトさんも6でマイナス。僕7マイナス。全員マイナス。1桁2桁だから、まあ傷は浅いですね。いずれ僕もニートになってみたいね。その前の会社がかなりのブラックやから金めっちゃ溜まってる。おお。ブラックだったら逆に溜まんないんじゃないのかな。ストレスは溜まるけど。150。一応ね、その時間外が多いっていうのは。何もしてないのに懲役40年。わらわら冤罪やんけ。冤罪はまあそうだな。世の中いろんなことがあるからね。時間外が多いっていうのは確かにブラックの基準ではあるんだけど、それに見合ったっていうか、ちゃんとブラックなんやけど給料地味に良かった。あ、そう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 、その多い時間外でちゃんとその分の金出してくれるってんだったら、まあそれはまあ、ご店長、縁あったら確実に働かない。でしょうね。俺も働かないよ。久々に聞いた、ご船長縁。僕らの夢が詰まってます。月が赤いですね。そうそう、月食の日なんだっけ。そうです、確か月食で、いろんな人がツイッターのタイムライン。嘘。普通に2時間残業当たり前やったでな。中山ちゃうで、これ。ご船長、2時間残業、縁欲しい。僕も、あいつだし。ずいぶんグロテスクな中山だな。こんなとこで競馬やったら馬死ぬで。入れ替え、転倒、進路、おっと危ないよ、運転室なん、入れ替え、転倒、進路、あるの1番。黒や。うほぉ。ひのこ。札内。無理だね。札内。駅であんのは知ってる。危ない。ひのこ。ダメだね。別に僕は前の人を潰そうと思ってアイテム交換してるんじゃないんです。入れ替え、転倒、進路、自由の3番。早くねか？部屋にもう一人の光る、ニコ生が入ってきおったぞ。ドッペルゲンガーですよ、ドッペルゲンガー。よくね、なんだっけ。カズシ、中山派呪われてしまった。頭がえぐいことになった。そう、中山は呪われてしまった。うまいな、キリマンさん。中山は呪われてしまった。やべ、落とし出してしまわなかったけど、脱出できない、脱出できない。できた、できた、よし。あれじゃね、ただ部屋表がバグってるだけじゃない。そう簡単に僕のクローンは生まれない。なぜなら僕が本物だからだ。本当のこと言って何が悪いんだ、このバーカ。ああ、ダメだ、届かなかった。人間限界がある。ダメか、チート装備だったら届くかと思ったけど。じゃあもう今歩き終わって風呂入ります。えらいな、そんな家近いのか。電車の中では静かにしなさい。うざん。中山、なんでお前が正しいんだ。120億、ぶっ頭が。ありましたね、120億。ジムの中に風呂がある。あ、いいな、それは理想っすね。そういうことだ。バター、知らねえよ。あべ、ミスター、ミスタービーン、ミスったビーンだ。これキノコ得られないね、これ。あ、得られたわ。得られる経験値35000。黒や、あんまり前いけねえな。このショートカットして当たり前っていうのがおかしいよな。そういうゲームを変えたい。作戦して各駅停車8番。昆布だし。ガンボ結構前の方にいたな。世の中を変えたい。
さすがにわからんことだ。高齢者問題は、これ、少子化問題、高齢者問題は、我が県のみならず、ガンボが3位、ニトさん5位。予備品倉庫にも載せたけど、はいはいはい、本行寺さんって東進ハイスクールの講師だったらしいっすね。え、東大じゃねえの？なんでお前が正しいんだ？東大じゃねえのか？9、その野心で命がけでへへー。我が県のみならず。この部屋ファンキー多すぎるわ。確かにそうだな、瓶浮いてるな。本当だ、顔とあれはそっくり。レートは6000。150。さあ、どっちが本物か、ここで決着をつけようじゃありませんか。こんばんユーミン。お、お久しぶりです。どうもどうもユーミンさん、いらっしゃいませ。どっちが本物か、白黒つけようじゃありませんか。ホッピーって呼ば先にさ、白と黒があるんですよ。よく居酒屋でね、白と黒、白黒つけようじゃねえかって言って真っ先に注文する人がいるんですよね。光るニコ生同士。ここにね、逆に光る四つ目っていうのがいたら面白いけどね。僕の本当の居場所はニコ生にいます。皆さんいい夢を。じゃあねー。いい夢を。僕も1時間後に後を追います。光る問い土地。問い土地はね、ロシアの電車のやべえ動画も貼ったけど、ロシア。デジまで虹走ると300頭の確率で落とされる。レインボーロードか。あの最初のとこで、じゃあ、行きたかった。わら。ああ。ニセナマさん。ニセナマさんか。てか、ここさっきも走んなかったっけ？今日多くね。なんかのっちぎりしたな、今。危ない危ない。おぉ。こうするんやでのままになってて草。こうするんやで。ほんとだ。名前が、ニトさん、あれだな。さっきのあの、俺くん紹介で。肝心の俺くんはもう多分風呂行って帰ってこねえよ。危ない危ない。もういいや、これ一周で終わりでいい。ゴール。着戦して各駅停車一番と言いたいところが、いい加減レートが不利だと僕8000に戻れないんですが、スイートチーというかハチドックスみたいにさ、おお消えた、ラッキー。ハチドックスみたいにさ、ある程度レートが高くなったらさ、例えば2万になっと、一周で終わるチートあったような。あるんかいあるんかい。でもな、ダメだな、チート使ったらね、たとえフレベアだろうと、それはもう俺くんがお手本見せてくれたんで。トゲが来ないな、来ないな、トゲが。そんなやべえロシアの電車の動画ってのは、はいはい、最終決戦おばさんのドアに対する攻撃が100倍くらいヤバくなったようなやつです。あ、もしかしてあれか、ドアこじ開けるやつか。あれ本当に本当に1位で落ちた。なんでこれ、サンダー食らったタイムアタックじゃねえか。チートするならね、わらわら服行くしかない、うん、ね、わらわら服、ね、わらわら服。そうだな、僕にとっては未知の世界だ。おお、増える増える、ねわらわら服、ねわらわら服だったな。僕にとってはね、満ちたもん。ニトさん5位で一応プラス、ガンボ8、これはマイナスで痛い。ニトさんが11か。エップモモタロウ、エップモモタロウ、エコパワーモモタロウ。僕もさすがに行ったことないですなんかそっちはそっちでヤバそう。世界ならをさ、コードの実験台みたいに使っている人がいそうじゃん。それはそれでなんかもう、あ、ニトさんじゃねえわ。居心地が悪いよな、多分。どう思います？ 150。ドアについてる窓ガラスを拳で割ってた、さすがにやべえやつ。ああ。モータローター、こんばんは。モータローター。レミーさん、いらっしゃいませ。実際なんでもありの無法サーバーらしいですよ。だよね、だって、コードが使えるってか、まあ、合法の時点でもう大体お察しだよな。僕らには100年早いですね。てか怖いよ。いくら実験台とはいえ、そういう界隈には足を踏み入れたくないね。だから昔のね、世界の裏でちょっとチートで遊ぼうかなぐらいが一番楽しかった。公式サーバー時代の無空がまた見れる、まあ、ねえ。
でもな、今みたいにね、全員真面目に走るのもいいけど。ヒカルさんとハチドックスやるのを楽しみにしています。ごめんなさい、次ハチドックスいつやるのか未定でございます。一般走行枠でね、わらわら服やりましょう。で、わらわら服やる？一般走行で。チート枠はちょっとね、なんか僕のこう知ってるコードでは自信がないんで。公式次第にそのやっぱやってたチートってさ、どうしてもそのなんつんだろうな、後々掲示板とかでさ、チート使ってる人が1位になったりすると叩かれるわけですよ。久しぶりに鉄道のやべえやつをニコニコで調べたけど、みんな色褪せることなくネットのおもちゃのまま。そうです、だから僕がねネタにしてんすよ。クロヤニコ生に飛ばされる、ニコ生半球接続ですね。第二閉塞進行、やっぱ面白いでしょネットのおもちゃ。危ない、おっと一石二鳥、よし星ちいい星で俺最下位か。そろそろ手を打つか。黒だ、高速進行制限145。おお、戦闘はちょっと早いな。危ね、無理です。緊急のかな。あ、マジで。おお、どうもどうも、アッキーさんいらっしゃいませ。落としてしまったのですが、運転手さん、is arriving at clock one. Please stay behind in the yellow warning blocks. おお、2連スター。ありがとうございます。ハチドックス派、報以上にでした。報以上に金か。金マークあんのか。もう一丁。おお、あんたもかい。あんたもかい、着戦して、核兵器停車6番。もう一人のニコノはだいぶ後ろにいた。多分これクルーさんだよな。残念。ラグいな、すげえところで止まってるぜ。でございます。リアクションで4つ買われています。リアクションで、いいのかそれは。金。でも結構通じる人増えましたよね。ニトさん、サインおめでとうございます。僕も一応プラス、願望が大幅マイナスだ。結構そう、金で通じる人が増えてきて、なんやかんや嬉しいっちゃ嬉しいよ。エンノデンチャリニキに感謝ですね。ミラ、あれも考えちゃ、あれだよな。金ハンドル3。やっぱレミさん、センスありますよね。金だからな。あ、そうですね。実際このゲームは金。おばさんや根性おじさん派もちろん、はいはい、一般リズムゲージ G だったり、アメリカ空爆おじさんとかもいるからな。そうだね、そこがまあ大手ってか四天王っていうか。そうだよな、僕が選ぶの多分その4つか、あるいはその心を笑ってるねかな。この配信見始めなかったら鉄道ネタに出会うことはなかったかも、うん、マジ。まあそうだよな、だってみんなここでいたらく、そうか、全員ここで死ぬんだよ、うらーって。あれ品川だっけ、新宿だっけ。今そら車両すらねえからな、いやものですよな。そんな時代もあったよ。今からお風呂なんてじゃあねえ。そういえば切り替え機能終わりです。切り替え機情報、お、あー、あれか、HG ハドム派か。危ない危ない、運転手さん黒や。僕もねあれ愛用してるんで、一応ねそいつに Wii、 朝5時起きってことはオールでよくね。いや、オールでやったらやばい、明日出張なんですよ。実は出張先でクーカークーカーしてたらさすがに引っ叩かれるから。タイトルが信じられんわ。線路に降りて電車待ちのみんなにアメリカ空爆できるかって聞きまくってるから。まあね、てかタイトルもタイトルだよ。よくそれでバンサー、おっとなんか飛んできたよ今。黒や、おっと急行列車追いつけず第二変速進行。どうどうペアさんいらっしゃいませ。こんなこと言っておきながら自分はオールできない。同じく眠気には忠実に。多分ペアさん僕と同じタイプだ。間違いなくオールっていうのはね無理な体質なんだと思う。てかその方がいいっすよ、睡眠時間と眠気には忠実に。眠い時は寝るのが一番だ。ってわけで僕は
11時になったらディオスチャレンジ成功するんで、作業効率が0どころかマイナスになる。ねえ、黒だ、やっちまった。たまにはセキュルートで行くか。無理だね、危ないよ。注意確認。おお、レミさんか。レミさんがもう黒や。二度さん、桃太郎に弾き飛ばされる。と思ったらレミさんもか、ガンボもか。二度さん、だいぶクラッシャーなことしましたね。リスナーさんにを弾き飛ばして、まさかの今トップに君に、トップか、すげえな。まさかこんな、でもそうか、一応あれか、二度さんマッハだから主導権を握ってるっちゃ握ってんだもんな、このレースっていうか、この部屋では。僕もバウザーなんであんま人のことは言えないですけど、危な、ここにあるキノコは地雷だ。入れ替えて、オッケー、2分30秒、時間照合、3分ぴったり定時。オッケー、多少残してくれたのはありがたい。なんか来た、なんか来た、危な、欲しいじゃん、いい、欲しい。うぃ、来た来た来た、来た来た、30。オッケー、着船して、各駅停車4番。何回キラーに弾き飛ばされるね、今日。さすが、二度さん1位おめでとうございます。たくさんの人を踏み台にして、トップ君臨。さすが指導者。光るチームは4号ですね。レミさんが6。ガンボが10か。これは痛いな。まあ、山だったら、やった。やったね、これは。あ、やってるって。さすがでございます。やっぱあの、端のところでキラーを使うっていうのはね、あれ、ある意味戦法っすよね。アイテムには使いどころがあるっていうのは。それ、まあまあまあ。カルさんにあれだけスプラ買いなよと言っておきながら最近飽きてきた。うっそ。あのフェアーさんが。マクドナルドで熱く語ってたあのペアさんがまさかのスプラ飽きてきたが。ってなると選ばれたゲームは何すか。今のところね、スイートチスポーツとハチドックス向く伝言くらいかな。スイートチスポーツ買おうかな。 あれはね、おすすめです。まあ、他に、ね、特に優先して買うゲームがないって人が迷いないからしゃあねえな。あー、他にやることがあるんだったら全然、まあ、飽きるっていうか、それはもうしょうがないです。他にやるゲームがないっていうんだったら、まあ、スイートチスポーツ買って後悔はしないはず。どうもどうも、チアリニキユースケさん、いらっしゃいませ。少しずつ人口は増えてきてるみたいだし、まあちょっとね、大規模アップデートというか通信障害で、だいぶ叩かれてたけど。やることあったわ。光る配信を見る。いやいやいや、そんな、この配信は別にそんな面白いやつじゃないから、みんなを楽しませる配信とかそういうんじゃなくて、ただ単純に僕がそう、ちょっと時間ができたから遊ぼっかな、グイっていう感じで やってるだけだから。危ない危ない、飛びすぎた。じゃあねー、はい、さよなら。暇だったら見るぐらいでいいんですよ。とてもじゃないけど、これを目的にって言われたらさすがにね、失礼だよ。僕が全然おもてなしの配信じゃないからさ。結構ね、大手の人がやってるゲーム配信とかさ、ちゃんとリスナーも楽しませてあげようっていう風にいろいろ工夫して考えてやってるとは思うんですけど、残念ながらね、僕はそこまでできないんで。時間戦争ゲームあんまりやってこなかったから、若い頃っていうか、今若いのかな、どうなんだろう。なんか降ってきた、ジェットボール、もしかして。おんにゃー、ドンキホーテの歌じゃん。危な、これないか。黒や、1分26秒、時間正午1分56秒、手順ギリギリ全員食らったか。おお、前はどこだ。おっぶな、おっと、ワンドリンク制って知ってるか。バリハレ日本海、よし、
なんてこった。キノコ、センキュー。ここまで来れば大丈夫だな。いやー、じゃあねー、はい、サメクトー。なんたるラクトさんか。ここで食らっちまったか。人生上り坂下り坂、まさかの真っ逆さま、奈落の底に。まあ、しゃあない。所詮その程度の人生。そういや、最近 EU 起動してないな。いい、多分クトグプのアプで溜まってるだろうな。1時間ぐらいかかりますよ。前回かな、なんか大幅なやつあったんで、あれ割と時間かかりますよ。適度にそう、向くやんなくても時間があるときにはね、やっといた方がいいですよ。レミさんにおはようございます。さすが金ハンドル。お、アイフラさん出庫検査の。チームヒカルは4-9。クルーさんジェットボールで快勝ですね。今回ばかりは重量級が不利だったかな。今日クトワラワラやりますか。ごめんなさい、今日はクトワラワラできないっす。間違ってリーボルチオン起動しちゃった。上に雪降りましたね。リーボルチオンやります。定期報告、接続安定。そうそう、雪降ったんすよ。類似ことごとく邪魔。僕もなお部屋空きがない模様。あり、あ、最悪作ってもいいですよ。150。そう、次の土日でスキー行こうかなと思ってるんですけど、特急券取れるかな。ああ、いいっすよ。ルイージことごとく邪魔。心を強く持つ二度さん。多分ね、1でも二度さんはね、カルさん重量級を使わないです。ああ、そうだ、おじさん邪魔って言われた。泣く、やるわ。関東派も雪降ってるのか。いや、関東ではないっす。まあ、正確に言うなら富士山に初冠雪っていうか、まあ雪が積もったかなぐらい。長野の上の方は大雪っすね。あと北海道黒岳ギリギリね、今日の泣けギリギリね、スキー場のオープンには至りませんでしたが、もうある程度1メーターぐらいは降ってるんじゃないですかね。バチンコー。竹内マリアの需要を期待してるの自分だけという。いや、多分皆さん知らないんですよ。世代も世代だしさ、そういうジャンルの曲聴かないじゃないですか、多分今。今なんか知ってんのって多分みんな米津玄師とかさ、あとなんだろう、僕が知らないからわかんないけど、なんかあるじゃないですか、キング&プリンスとかなんとか、そこら辺の曲ばっかりみんな聴いてると思うんで、多分竹内まりやとか知らないんじゃないですかね。結構危ないよ、ニトさん。僕にとってはね、結構いい曲いっぱいあるんで、もう季節四季折々いつ聴いても飽きないですけど、そもそもまだ若い人って、黒や50秒時間勝負1分20秒純速3よし、今の若い人ってまだそういう曲に出会ってないと思うんで、まあいずれっすね。近々そう、僕もね、なんつうんだろう、2、3時間ぐらいニコ生でさ、エンヤの曲を流しながら2、3時間ずっとクトグプをやり続けるっていうね、ちょっと夢みたいな遊び方をしてみようかなと思ってるんですよ。当然もう僕の話し声とか一切なしで、ひたすらエンヤの音楽を聴きながら。メンバーとの接続が切れました。黒や、じゃあもういいや、部屋作るわ。部屋を作るんでね、冬直前にちょっとやってみようかなと思うんですよ。当然僕の自己満足なんで。危なっ、願望いブルーシックス33というわけで、いや、抜けてください皆さん。危なっ、ちょっと早めのウィニングよし。黒や、そうだ、ハチドクスじゃねえんだ。自走車に接触するよし。なんだろ、フレンドリスト開いてたら黒ユウさん落ちたから黒ユウさんか、はい、あ、そういうことか。いや、ミスってしまったのですよ、運転手さん。ええー、さ、ライビングアトラックマン。じゃあこの部屋バイバイですね。これでもちょうど1時間ぐらい走ったのか、この部屋で。残念ながら半重力レール改造前。畜生、
電話しましょう。アフデはよ。あ、了解っす。いやー、座ってくださいね。泣いてる。いやなんか、進撃の巨人にそういう鳴き声ありませんでしたっけ？ちょいとお待ちください。お部屋を作ります。お電話が、あった。よし、ニトさんよろしくお願いします。普通に世界ならやるんで。あれ、バグった。よし、黒谷。どうも、こんばんは。感動いかがでしょうか。旅行です。はい、こちらも旅行です。ちょっと声上げるわ、こっちで。はい。うん。これちょっともう一回喋ってみていただけます。あーあーああ。もう一回。ああ。オッケー、ありがとうございます。よかった。では、5人。こんなもんかな、とりあえずは。じゃあ、あとは始めるんで、その時に入ってきてください。5、4、3、2、1、0。早めに終わるなら俺も通話行こうかな。おいそう、ぜひぜひ。やべえ、矢印消えてるやんの忘れた。あ、俺も忘れた、ちくしょう。やべえ、ちょっとあれだね、やっぱ時間が経つといつものルーティーンをすっぽかしてしまうな。そうなんですよね。よくないっすね、これは。2週間空いちゃったから。そうなんです、ガチで2週間空きました、ほんと。というわけで、ニトさん、クロユさん、アイフロさん、ユースケさん、よろしくお願いします。矢印切れてる、お願いします。あ、NI です。あ、NI か、OKOKOK。アイテムは使わないようお願いいたします。どうしようかな、中山いいや。ペアさんか、どうもどうも。風呂上がりました。ありがとうございます。どうもどうも。やべ、選べなかった。はい、聞いてるだけです。矢印おかしくなった、わら。強か、矢印切れてる。強か、よいしょ。アマですか、ありゃー。どうもどうも。一応ノーアイテムでいきましょう。儀式やるか、しょうがねえ。一番アマ、アマやってるやん。クロヤ、レシ近くに。やべ、ブプゼロ、やべ、ずれた。やべ、クロヤ、口の上。ニコ生、高見原、高見原。ありがとうございます。はい、ニコ生さんお疲れ様です。やばいな、俺ら洗脳されてるよ。洗脳されちゃってるよ。やばいな。口の目相模原に関しては完全オリジナルだけどな。洗脳だ。体鍛えるのは僕好きっすよ。いずれそう、キリマンさんとはどっかで会うと思うから。ボーリングでも何でも。あ、ボーリングあんまりあれか、出しゃばんない方がいいのか。俺は第2部屋の進行。うまい。カズさんボーリングで、そう、ちょっとそれに関しては僕出しゃばんない方がいいと思うんで。うわぁ、今当たんのこれ。そうか、リアルボーリング戻る。リアルボーリングね。忘れた頃にやるのが一番いいな。確かに。えらい。さすがカズさん。アイテム使わないんだったら近い行った方が早いな。カズさん、出張どこまで行くんすか。まあ、これ言って、さすがに言えねえな、これは。ダメだ。東京情報だ。そうなんですよ、実はこれ、さすがに。あ、東京都内はダメだな。東京都だったらあれかもしれんけど。あ、でも簡単に言うと、東京都内から神奈川県ですね。あ、なるほど。そうなんですよ。大変だ。出張っちゃ出張だから、まあ。あぶね、運転さん。やだな、ご時期なんか。早っ。遠征じゃん、部活の。ああ。例えるならばそんな感じですね。慣れないね、やっぱ。お、クロヨさん1枚とございます。ニトさん2、アイブロさん4、ユウスケさん5、僕だけギリ増えた。このコースめっちゃ前嫌いになったんよな、自分。おっと、何があった。9000人だったのに、これさ、運負けしてめっちゃ下がったんですよ。、はい、ほんとここね、もうやばくなった、自分の中で。
俺も後で通話行こうかな。元からそんな好きじゃなかったけどね、あの事件以降余計嫌いになったな。きっかけがそういうね、なんかネガティブなやつだと嫌いになりますよね。そうそう、本当に。あ、キリマンさん了解です。まあ、あんまり長い時間やんないんで、150。おー、ゲスティ。じゃあ、ここからはアイテム使ってください。4000とゲストだけど、これ数値大丈夫ですか？ちょっと僕見ますわ。チェッキングやブラウザー。ね。僕が今できないんでごめんなさい。あ、特に数値ないっすね。あ、じゃあ、OK。ならよし。めちゃくちゃ人来るじゃん、すごい。あ、どうぞ、司令長と、チャリニキユースケさん、そしてニトさん。こんばんは。どうも、こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。こんばんは。なんやかんやで2週間ぶりです。皆さんお久しぶりです。まったりか浜投げてんだけども。あ、レントマシーン当たんなかったよ。まあまあまあ当たんないでしょう。チャリに効かねえ。チャリに効かねえ。楽しいぜ。鼻ちょっとダメだな。よくないですね。どこ当たっても構わないぜ。お、ここはさっきやりました。浜ちょっと心臓の心拍数だから。心臓の心拍数、うん、エイペックスとかスプラチーノよりは全然マシっすよ。通常コースはどこ好きなコースないからどこ当たってもいいと。あー、通常コースの中ではね、多分1には争う。おー、いいよいいよ、俺もやる。俺もやる。黒やっちゃうね。はい、サメクト。あー人生だ。ちょっと後ろ投げやばい。危ね。一人下がってるけど大丈夫か。やばい。割り込んで下がるコースじゃねえよな。今日ハットなしかな。ああ、ずれてる。今日ごめんなさい、クトはないっすね。死別確認快速。ねえ、ちょ、赤さん無理だな。赤さん。赤ほらめっちゃ来たな。んかそうないんだよな。ないんですよ。赤いよね。余計ないわ。先頭アイフラさんか。そうっすね。周回遅れがなんか企んでるかもしれないから気をつけてください。回ってもやらないけど。ああ、ずっと待ってるけどね。あ、何も企んでねえや。これ絶対アウトさんするでしょ。何もしない。ああ、なかった。あ、消えた。自殺、何もしない。消えてしまいました。フリーズしたのかな。おーっと、ルイージタイムあかん。おお、こっち来た。こっち来た。なんか自分の画面同じコメ連投したんやけどかね。え、いや、こっちは連投扱いになってないですよ。第三閉塞です。おっぷね、ちょっと早めのウィニング。よーし。おー、クレさん何歌ったっけ。ねー、ちょっと今処理にした。あー、デミクさんごめんなさい。デミさんごめんなさい。まくるよな。まくるよな。まくるよね。デミさんごめんなさい。無理だ。何したの。おっと、ラクトか。ラクトか、これは。1はされてない。ああ、いや、アイテム取れない。アイテム何これ。やばい。そういえばヒカルさんがやってない間スイートチスポーツやりましたよ。おどうですか、ランク上がりましたか。中継進行。逃げる逃げる。すまんレミさん。俺は最低だ。おじさん卑怯者だ。着戦して各駅停車4番。バイバイレミさん。あまり良くない勝ち方をしたわ、ごめんなさい。なるほどね。上がりましたよ。ボーリング B マイナス行きました。あんまり増えねえ。マジか。3位でこれ ?3 位で36か。チャリニキユースケさん、1位おめでとうございます。殺戦。殺戦うん。なんか、ポゲンジ自体はしょうがないよな、ほんと。ポゲ、あ、ごめんなさい。2周目です。僕が投げました。今だから言えるんだけど。ああ、そういうことか。卑怯者です。すいません。やっぱおじさん卑怯者っすか。おじさん卑怯者です。ごめんなさい。いや、で前見る余裕はなかったんです。アイテム交換の一環です。36もらえるだけでいいやん。まあ、おじさんに限らずみんな卑怯者だから。みんな卑怯者だから。パワーワードよ。まあ、そうならざるを得んからね。まあ。俺含めてみんな卑怯者よ。マリカやってる人は大体卑怯者。よかった、俺だけ。全員卑怯者だよ。よかった、俺だけじゃねえじゃん。ならよし。3位で36か。
誰か起動した。めっちゃなんかいいの落とした。一桁やで。一桁。人グープがなんか。どうするぞ。僕らまだありがたい。なりましたけど。ああ。この部屋やったら。そうだね。相手も買ったら卑怯者博士。しょうがない、だって制限は厳しいんです。設置ガーラですからね。出発進行。これもマリカやりたいの。やらないですか。やらない。今できる環境にない。みんな。いやできる環境にあるけど、それどころじゃない。あ、それどころじゃないか。そうだよな。ペーハさんいろいろ掛け持ちしてますか。私は今貫通から崩れて今9933ですよ。9933。ああ。ウェイ。ウェイや。一石二鳥よし。おじさん卑怯者だからね、はまきがいなく名セリフ。そのパーリそうかな。これ1、あー出るよね。あーアイテムがなー。アイテム間違いなく私はおじさん。いやいや、キリマンさん多分僕より若いんじゃないですか。それでおじさんはやばいっすよ。せめてね、いや裏取れたなこれ。だいぶ団子だな。どこまで持つかな。そんな誰が持ってるかな。ヒカルさんと多分同じくらいじゃないですか。僕と同じくらいか。あと1分12秒時間勝負。1分42秒。ガクトさんが今の。ガクトさん落とした。1位に対する。落とした。なるほどね。落としてしまったか。楽器の後ろからスタッフくると怖いんだけど。いやーもうガンボ。うわ、久々に見た、ガンボ。久々に見た。感動の再会。うわ、汗引いた。うわ、どうくる。大体ヒカルさんが知ってるもの、大体知ってる。マジ？キリマンさん、どこかで繋がってた、僕と。そんなはずはないよな。少なくとも僕は公式時代、キリマンさんを知らなかったぞ。でも世代がそうか似てたら僕が知ってるものはみんな知ってんのか。はいはい、おっと、あーもうふざけんなよマジで。このゲームクソゲやべ。1位取りながらショートカットしてんだけど、もう絶対負けやんこんなん。おっと、1位願望あれ。そうです、うぃ、やべやってるって自衛でんかった。もう ジア東日本あぶね。ウィニング食らわねえのかみたいな。黒やチアリニキユウスケさん。人生上り坂下り坂、まさかの真っ逆さん。てかなんで今スピンターボしたか。スピンターボってスピンターボって向くの技だっけ。金すぎる、金すぎた。もうガンボ1逃げ。もうまたさえじゃん。あ、本当だ。あ、で今度は42だ。チアリニキあれは金やね。カーネー。次からは気をつけましょうね。カーネー。戦闘願望1問ございます。次からは気をつけようね。あれもし俺やったらコントローラーをなくなりなってた。ああ、台が奏でるハーモニーしてましたか。リマンさんらしいな。僕なんだかんだ台したことねえや。いい人だから。やめようこの話はもう。おもろいな。もしくはヒカさんごめんなさい。ああそうか、モニターか台かのどっちかか。台したことないってなんかアイドルみたいなのが発言や。そうだな、言われて思ったわ。確かにそうだ。言われてみたらそうだな。僕はアイドルでも何でもないから。モニターと両方。両方クミゲームズいない。グミ、あ、言っちゃったよ。言っちゃったよ。名前出しちゃった。あ、グミゲームズ大好きだから。僕ファンだからさ、グミさんにはいろいろね、なんつうんだろう、精神論とかいろいろ大事なものを教わったから。キリマンさんごめんなさい。精神論とか心のあり方。キリマンさんごめんなさい。社会道徳とかいろいろ大事なものを教わったんで。なんだそれ。ぶっちゃけ尊敬してる。すごいな。まあ、一応本人には、
ネコクジラさんどうも。お久しぶりです。お久しぶりっていうかまああれだな。富士フィルム前。やっべーウィリー崩しかよ。ウィリー崩し。モニターの神スカシと。うん。大の神キリバ。覚えとこ。モニターの神スカシと大の神キリバ。ゴロク。大の神。ちょっと誰かあれビッグマーク。ビビはかん。そうゴロクにしといて。俺忘れちゃうから。新しいゴロク。ゴロクやん最近。ゴロク機能してないから、ね。ゴロクどうなってんだよ。いや分かんないっすよ。どうやって直したらいいんですか。ゴロクがやらないと無理だ。わあ。僕も無料サービスにケチをつける俺。ずっと直ってないからな。うん。直し方分かんないんだもんだって。なんなら作り方分かんないし。ね。新しく実装するしますしかないんじゃないかなあれ多分。ああ一からやるのか。その方が早いと思うけどな。そうだよね。確かにそうだな。なんかテキストあった気がした。あのなんだっけ。ゴロクの集めた。ひとまとめにしてあったのか。ディスコに貼られてたから。おお。変態すぎるわ。よく覚えてますね。これいいね。まあ大の関係は。結構自分が出した語録が多かったから。あ、そうか。一応。一応。ありがとうございます。でもさ、あれ、今回壊れた原因が分かんないとまた同じことにならない？ああ。原因が分かんないじゃん。何だったんだろう。本人は分かってそうな気がするけど。あ、マジ？あれ作ったの全部俺くんだからさ。俺ぶっちゃけさ、俺くんが分かんないって言った時点でもう直す誰も直せないんだよね。あ、そっか。そう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 。東のモニターの神すかし、西の台の神切りま。なんだっけ、最近ディスコの冒頭で認証必須になったんだっけな、あれ。え、そうなんですか。いや、分かんないけどね、なんかそういう話を聞いたことがあるようなないような、それ関係してるのかなって僕は思ってるけど、そうなのか。なんかあのボットが使いくなったやつって僕は思ってるけど、合ってるのかは分からないです。わざわざなんでそんなめんどくさいことしたんだろう。粛清されてるっぽいからな、最近 YouTube の。おお、粛清。あ、でもそれはあれかも。使い方変わったのがほとんど。そうなの、うん、マイカのボットも変わったし、新しくなってた。おお、あの、メンションしてコマンド打たないと使えなくなった。なんでそんなことしたんだろう。いやー、弱い。赤位置かよ。赤位置なんでやろう。そうか。東の神スカシ、西の台の神キリマ、東が茶釜で西地やそう。てか俺スイトチのプロコン、うん、いやアイテム弱えけどなぜか壊れない。なんでプロコン投げて壊れないの。俺大事に扱っててもスティックがさエラーが発生してる。あ、トゲニか。それは名誉だな。今回サンダー振ったっけ。振ってないよね。あ、今回振ってねえな。じゃ勝てねえわ。誰か大事に持ってたんじゃねえの。いつもと比べて全然コーラ飛び交ってない。飛び交ってないな。6位でさ、赤コーラ1個は金じゃない。6位だったらそうだな。普通4位か3位ぐらいだな、赤コーラ1個はな。そうっすよね。マリオカートだね。マリオカートが原点に戻ってきた。 100cc 6位で赤コーラ1個。6位だが 10%引いたね、アイフラさん、SSL やだ。10% 引いたの、自分、そんなしょうもないやつに対して。SSL やだよ。最悪だわ。持ってますね。一番嬉しくない SSR や。全然嬉しくない。嬉しくねえな。全く持って。うん。こればっかりは。おう、ラクツさん。2レースに1回はかねえってる。うわ。いいんだよ。別に、報道規制とかじゃないから、いくら言っても全然。そう、UR に関してはあれじゃね？もっと 10% より低いのが確かあったはずなんですよ。出発進行。ありがとうございます。確率に関してはあんまり僕もよく把握してないんで、なんとも言えないんですけど。でも昔より本当あれだよね。なんか景品表示法変わって、だいぶ、そういうの出るようになったよね。一応そうですね。昔のガチャなんてね、だいぶ、そう。わからないし、なんなら何十万何千万課金しても出ないっていうのがありましたよね。
さすがにそれが良くないって思われたのかね。ゆうかさんと前話した時なんか言ってたよね。はいはい。あ、言ってましたね。あれ。あの人そこら辺マジで詳しいから。そこら辺かかってなかったよ、マジか。うん。今のボムうまかったと思ったのにな。ボムはね、ギリギリ大丈夫だった。ダメか。ギリギリ避けた。うん。駆動であれやれてればなかなか良かったと思うんだけどね。駆動やんないけどさ。駆動はね、相手も当ててなんぼだからな。そうそう。そう、だからストレスなんだよな。それ言ったらこのゲームはできねえよな。やべ、ミスった。ごめん。いやーもう。逆に俺、一番モチベルの駆動なんだよ。嘘。え？おお。自分がさ、ボム投げたらボム来たんだけど、目の前に。やられたらやり返せる。この試合ボム多すぎやろ。あ、そうだ。スカさん、ん？あ、スカさんとの選挙か。なんでそれ？ ID 最悪の中国共産百党の選挙カー出てる。中国共産百党って面白いな。確か選挙カーになってんだそれと。おお。しかし絶対そういうの興味ねえよな。選挙カーとか。おお。今私が。かわいそうだよ本当になんか。私が選挙カー。そう、しかしね、横のつながりが多いだけに、いろんなね、称号をつけられて、ほんとかわいそう。ふとさりに同時にし。あ、あゆろさん、ごめんなさい。おじさん、引き物だ。おじさん、引き物だ。150じゃねえから。ひかるさん、それ今光ってんの、スター、僕が落としたやつで。あの、次から気をつけます。すいません。え、でも僕の画面とひかるさん光ってなかったぞ。え、嘘。マジで。そういうのもあるんだよ。エラーじゃん。え、それで当たったらどうなんのやろ。え、普通に僕らは何人か弾き飛ばしましたよ。ちょっと今のビデオ判定残しとくわ。ビデオ判定なんで光ってないんだ。裏で録画してるから。お、ゴリツイッターにでもあげようかな。了解です。また見ておいてください。キャニオンで余裕がある人は。了解です。キャニオンスター。ぶつかっただけなのに引かれたことになってるみたいな。ちょっと今のは初めて聞いたかもな。ちゃんと僕、ひきょう者だから奪ったんですけどね、今、スター。マジか、でもヒカルさんこっちだと光ってなかったな。ええー、マジでマジで。だどっちかが不正なんだよ、これ、多分150。不正なビルド。不正だ。まあ、どっちかって言われたら、まあ、怪しいのは僕の方だけど、多分ね。いや、ワンチャン僕じゃない、僕、日本人なのに海外ビルド使ってるから。あ、そっか。そうだ。ワンチャン僕の方が言われんじゃないの。僕純粋な赤線だからそうだな。僕マリカやると人が変わっちゃうから嫌なんだよね。僕の方が不正なビルドかもしれないわ。海外リスクだから。それはある。判断基準にはなるね。大の神キリマンさん、僕マリカやると人が変わっちゃう。昔なんかさ、あの中人病構文にさ、あの俺何々するとなんだっけ、怒りが抑えられなくなっちゃうってありましたよね。でも、キリマンさん結構平常心でゲームやってる方だと思うんですけどね。結構一時期の YouTube 配信とかさ、もうすんごいなんか無言で走っててさ、被弾するたびになんかブー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 文句言う人ばっかり言うじゃないですか。それ見て育ってきた人からすると、なんだかんだでそう、ちゃんと平常心で走ってて、被弾されたら被弾されたでちゃんとその時は切れる。今の自分だわ。ユウスケさん、冷静っすね。ウェイウェイ。ウェイしか金、ウェイとか金しか言ってない。一回、おっしょーの配信で、アイフロにぶち切れた。何があった？あー、アイフロにぶち切れたって。あったな、そういうの。ゴール手前で何かやられたんですか？いや、あの、なんだっけ。おい、アイフロてめえみたいなこと言ってたじゃないですか。ああ、あれか。あれ、覚えてる。あれはね、本当に申し訳ないと思ってる。いや、あれさ、はい、ゴールデンでパウが来たんですよ。おー、はいはい。パウが来たからさ、もういつもの癖で思いっきり後ろに投げちゃったんですよ、全部。はいはいはい。それをやったら当たってしまったんですよ。あれは本当に申し訳ないと思ってる。それであれか、おいおいフロテレになったのか。あ、違うわ。それ違うわ。それ違う。え、それ別の人だわ。あの、そうじゃないわ。前科があんの。そうじゃなくてね、あの、なんだっけ。雲僕が雲引いたんですよ。はいはいはい。
それをなんかね、思いっきりむちゃくちゃな映し方して、はいはい、2人ともなんかコースアウトしちゃって、それで感じ。あ、そういうことか。あと冷やす、うん、そっちが正しい。なるほど、それで切れたのか。おいやいあれはね、申し訳ないと思いつつも、はい、まあ雲を映さないと僕も勝てないから、あ、うん、なんとか微妙だよねって感じだな。そうか、最大限抵抗したわけよ。そう、時投げます。あ、いいっすよ。あー、ダメだ、これはもう時計行きやめよ。1回目、いやー、私はいい人だから譲ります。踊ろうとしたら、あー、うん、もうこれ以上時計行かねえもんな。今回は願望だな。しょうがない。おお、ブルブル。おお、ブルブル。やばいやばいやばい。黒や。最後真ん中通るのは高すぎるから。ちょっと逆に難しいかも。おお。良いか。空中の操作が。4なら増えるかな。あれはマジで切れて怒りが収まらなかった。切れて怒りが収まらなかった。あれはね、申し訳ないです、本当に。申し訳ございませんか。そうか。そんなことがあったんだ。謝罪いたします。矢印切れてた。矢印切れてた。なるほどね。そうか。キリマンさんもいろんな人生を歩んでるわけね。ガンボ一番どうだ。自分もね、雲を映そうと思ったけど、はい、あそこまでするつもりはマジでなかったからさ。ああ。結果はなっちゃったっていう、まあ言い訳ですけどね。怒るべくして怒ってしまったわけだ。しょうがないもん。そもそも雲が出んのが悪い、まず。申し訳ないです。申し訳ないです。雲出ないから大丈夫。もうしょうもない争い。配信でしょうもない争い。ん？この前言ってたあのクブトジムズンのやつ。あ、違う、それは違う。いいよ、もうこのコースが悪い。もう本当に最近の話だね。うん。なんか記憶に新しい気がするな。それ、聞いたことある。あの、KBTJMZN は、全く、あれ、あの別、あれはね、何それあれはお師匠が切れてたから。お師匠配信で誰かがブチ切れるのはもういつものことだから、それは今に始まったことじゃない。お師匠が。その際にはちょっと口を挟まずにいられないな、俺。ああ、そうだ。ペアさんも多分1から100まで知ってるから。ね、急に面白い話題持ってこないでよ。ミュートにしてたのに。あれ、いや、カズさんが悪い、今のは。あったなぁ。早速雲が出たので、誰かに移したいと思います。おし、思います。叶いませんでした。叶いませんでした。チームヒカル2社服でいきます、今回。というわけで、クルーさん頑張ってください。あれか、白い線のヒカルニコ7が偽物か。え、白線も偽物っていうか。雲持ってんだが。おぉ。赤線が本物か。赤線が本物。いった。え、そういうわけで、白黒つけるというか、紅白ですね。白か。紅白だな。そう、赤組か白組かのどっちかだ。紅白歌合戦。そうだ、紅白歌合戦。あ、今日さん。黒や、すごい。今日さんとの。何でるまあ、実際そう。何やべ、オーバーしちゃった。当たったわ。おっと。やばい。おお、ヨーロッパが大暴れ。黒や、背番号60番。おお、なんかめっちゃ前の方で。めっちゃ前の方で。向こう陣入れた、すげえ。うひょあ、なんかキラ引けた。あ、チャーリー。キラ持ってんのか。黒だ。わしが悪い根拠を言いなさい。悪い根拠。あれだ、電車の中では静かにしなさい。おお、なんかやってる。楽しそうなことやってんじゃないですか。何やってんの。チャーリー、何やってんの。やったー。おっと、チャリニキユウスケさん、まさかの回避。ねえ、何やってんの。ねえ、何やってんの。そういうことだー。わかった。さすがにやべ。さすがにやべ。なんか青線が抜いてきたな。おっ。青い光はいねえぞ。青い光って誰だっけ。青い光は俺じゃねえな。なんか来た。黒や。
中継進行ギリか。残念、ワンツーはほど遠いですね、お互い。あ、大きく外しました。残念。うん、まあ前逃げで2ならいいでしょ。あ、なら全然。さすがアイフロさん、おめでとうございます。ガンボが3、チャルイキュウスケさん5、ニトさん6でチームヒカルは7、8。残念。ヒカルさんと自分並ぶこと多いな。言われてみればそうだな。多分チーム補正入ってるな、これ。ああ、ちゃんとね、運営も考えてくれてんだ。運営ってか任天堂も。任天堂関係ねえや、これムアビンか。アイテムの、うん、あのルーレットが決めてると思う。アイテムのルーレット、プロテイン飲まなきゃ。どういうことか。アイテムを人を見てるってやつや。なるほど、監視社会だな、やっぱ。生きづらい世の中。今さん、プロテインタイム。風呂入る報告はみんなするけど、プロテイン報告ってなかなかねえな。どうしたの？プロテイン。キーマンさん、あれ、なんだっけ、ジム帰りだから、今日。どこのジム？どこのジム？俺、ジム行ってないから。あ、そうか。それは言えないですか。ゴールドジム。ゴールドジム。なんか古いんだか新しいんだかわかんねえな。って。サンドイッチマンですね。懐かしいね。興奮してきたな。興奮してきたなって。うん、そのうちジムでオフ会とかやりそう。ジムでオフ会か。考えたことなかったな、出発進行。あいつはし、やばっけや。まあ、やろうと思えばっちゅう話だよな。え、なんで？え、なんで？エラーが発生した。あ、クロだ。チャーリー。途中の電車でオフ会とか楽しそう。あ、それはね、すでにやってるんですよ。実はね、あの引退するあの485系っていう車でオフ会しました。 あのお座敷の。あ、ご存知ですか。さすがよく知ってますね。それです、それです。その車で飲み会ガンボ、ガンボ、ガンボーイブルーシックスツリーツリー。あ、ブラウン運転手だな。ツリーツリーって人この間見たな。お、見ました。あの3人揃ってとか見たことない。あ、僕もね、3人揃ったとか実はないんですよ。ましてブルーシックスどっか行ったし。あ、そうなんですか。もうここ2、3年見てないですけどね。多分ヒカルさんとお迎えしても話ついていけないかも。いやいやいや、さすがにそこは合わせますよ。みんながわ分かるような話題振りました。ちゃんとそこは僕がベラベラ一人で喋ってないとしょうがないんで、それはオフ会とは言わないですよ。とか言ってもな、そう、オフ会というか公演というか。公演だよな、ただの公演だよ、それじゃあ。あぶね、アイフロさん1位か。そうっすね。よし、とりあえずこのままワンツーで平和に3周目まで。なんと、あー、クロだ。やったー、最低の300と。残念ながら電飾はしないので。たまにあるやつっすよ、なんかミニジャンせずにドリフトするやつ。あれですか。会場判定にならないですよね。あぶね、やば、うん、お、ここでチャレンジ、ユースケさん攻撃。あ、おっと、あー、後ろがまずい。黒や。あー、ちょっと、攻撃こっくらい。はい、どんだけみんなさ、ミドさんとか、赤さんぶん回しとるん。おっと、ジーフなんか、パスみたいなことしたな。ありよりのよりありですね。そんなとこで落ちんの。そんなとこで、びっくりしたよ。普段こんな落ち方しないよ。なんだ今の飛び方。ねえ、大の神派電車に詳しくないです。そうか、電車には詳しくないのか。よっしゃー、飛べたー。飛べたー。許しません。許しません。スターせっかく持ってたのに。おっと、うわー、ボン進行。あー、違う。モンターの神派詳しいんじゃないかな。トゲ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 。来ないんだよな。来ないんだよな。来ない、来ないんだな、来ないんだ、それが。うん、おっと、アイテム無理だ。いや、取れなかった、痛いな。うん、これじゃ無理だ。うわ、欲しい。てか、なんだっけ、2周目のパウとサンダーか、あれきつかったな。はいはい、あの、チャストパウか。ワンツーで走ってた時は。そう、それ。あれ無理だわ。壁際に追い込まれたからな。まあでもタータンね、あれ自分が下手くそだっただけだけど、処理できてなかった。あれは無理だよ、処理できないよ。あー、お、ニトさん1位でございます。チャーリーにキュウスケさんが2位で、ガンボが5、アイフロさん6、
チームヒカル911。言ってんな、これ。いや、あのボムはね、マジで危なかった、ほんと。危なかった。そう、なんとか避けたけど。おぉ。9000いけたらいいな、これは。今、9000に一番近いのはガンボだよな。おぉ。アイフロさんも次に近いから、まあ、いけないことはない。自分減ってるんだよな。開始時より。やめよう、この話は、じゃあ。レートに関する話をすると、毎回裏目に出るから。ないっすよ。じゃあ、レートに関する話はやめます。これはね、赤字になっちゃうんで。VR に関する話をしましょう。ああ、そうしましょう。ビームファイ。最近のムアビーンのアップデートに、アップデートの企みみたいな。最近アップデートあるの？直近では聞いてないっすね。やっぱそうやっぱ。土日だったかな。土日か。これ以上もアップデートすることないで。しなくていいよ。ああ、まあ。コースの更新が来たらそれに適対応するんで。それでもなんかもうすぐ、はい、あれ選挙が取れた。新しいモードの話が。はい、新しいモード。え、次何やんの？オンライン TTS が来るとかなんとか。え、あんた聞いたことあるんですね。ああ。しかも多分やる人いなさそう。アフリカぐらいからやる。あ、あ、あ、喜べだ。ああ。こういう情報をなんか見たよ。24人はいつ来るんや、本当に。そうだよ、まず24人でしょ。あれ、今のところ B にお布施しないと遊べないからね。あれ、多分、作って成功したから、あ、なんて言うんだろう、満足して終わりみたいな。自己満程度の。じゃあ実装して。それで食っていくのかな。終わりみたいな。なんだ、この自己満。じゃあもう、これは、誰かが別の人が有志でやるしかないってことですか。あ、いや、ファイルは多分、ちゃんとできてる。わあ。ああ。でも、クーロや。されたと適用はい。アップデートで追加するみたいなことしたいと思ってなさそう。お。あ、じゃあ一応やる気はあるのか。なるほど、わかんないけど。石田文也と一緒や。もうそう言ってると、だって、発売から20年ぐらい経つぞ、そろそろ。ははは。早いもん。10周年そう、30。諦めてるのかわからないけど。なあ。ピークスのモニターが一応検討だけね。おなっけ大丈夫か今の。え、ちょっと待って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 。ちょっと待って待って待って、アイフロさん。あら。これ大丈夫かな ?6 になってないよな。5だよな。ゴール手前でなんか譲ったように見えたけど、こっち画面では。残念。ああ、これいい大丈夫だわ。あのね、ゴールライン手前でだと走ってたからね、キノコで。おぉ。サンダー振ったから。ガンボウィニング発生、そして9000。さすが、1位でございます。え、メンバーとの接続が切れました。ウィニング発生。何？今度は誰が落とした？え、自分が切れました。でも数値出てないから、黒井さんが自分で自分を落としたみたいになっちゃってるけど。おっと？やってるって、その。やってるって。ああ、11だ。どなたか、エース願います。イラ。願います。願います。違います。さっきの試合壁ゴンせんかったらヒカルさん抜かせたかもな、ワンちゃん。あ、マジで、ね、あ、でもそうだ、4位、僕が4位で5だったのか。そう、僕がミスったからな。最後の最後でそう、やらかしましたね。もったいな。うん。お、11人でしょ。結構ゲスト連れ長いっすね。なかなか粘りますね。部屋の居心地というか、いいじゃないですか。居心地、この部屋、この部屋に居心地もクソもあるか、マジか。やられたな。おう。ムンリ教発か。ガンボクソコって言ってた。の時に走ってなくて。そうかい。こだわりが多いぞ。いやー、ミラーかー。出発進行。よしよし。ショー入れた。お、黒やん。誰だ、そこも出してんの、もう。あ、確かに、しかも。ガンボーイ、ブルー633。待って。
映す人いねえんだけど。いや、そこに青線が遅かったか。もうあの青線にやられたわ。やられたわ。一生青線使ってやんねえからな。売り上げに貢献しない。青線持ってるけど。あ、そうかそうか。じきに紫線で対抗してきそう。青線紫線はね、あるけど使いづらいんですよね。あ、そうだ。クトグクができないんだ、そうです。じゃあダメだ。そうなの？らしいですよ。僕持ってないんだ、俺。よしね。あの、クトグクの画面でディスク入れても途中でフリーズして終わる。らしいです。やば。あ、確かにサポートしてない。あ、対応してない。黒だ。そうだから、もうパウきついって。らしい。確か、TikTok のなんか言語選択画面でもなんかハングルだけ選べなくなったような、最初。へへ、じゃあなんだろう、ムアビーン、韓国嫌いなのかな。いやー、ボム。ちょっと待って、やばい。嫌いなの。絶対嫌いだろ、ムアビーン、韓国。なんかそんな気がする。システムなんか変わってるらしい。へぇ。韓国はちょっとなんか他の部分と違っていろいろ違う部分が多くるらしいよ。なんだろう、規制がかかってんのかな、じゃあいろいろ。まずフォントが違う。あ、フォントは違うのはしょうがないか。あ、1分43秒。他の国、あの、ヨーロッパも日本も共通だけど、韓国だけ別になる。なんか、ハングル文字に対応するように。なんか丸っこくなってる。あ、そうそう。あ、そうなんだ。いや、わからんな。メインフルとスタティックアルってファイルが向くにはあるんですけど。はいはい。だって、リージョンごとによって微妙に異なってるから、対応させないと動かないよね。おー。例えば、ヨーロッパのコードをさ、そのまま日本のディスクに持ってきても違うから動かないんですよ。あー。まあ、それの対応作業も必要だから。じゃあ、どの道手間がかかんのか。まあ、そういうことですね。シートコードもさ、ディスクによって違うじゃないですか、いちいち。同じ効果があるやつ。確かにそうだ。それって一緒なんですよ。はいはい。だから手間かかるんですよ。ああ。じゃあ、結果的に一番使いやすいのって RMCE の方か。じゃあ。まあ、海外製のもんが多いからね。海外ディスクの方がそれ動きますね。確かに。ああ。意外だな、それは。チャリンキユースケさん、一応ありがとうございます。出始めの CT パックだと日本ディスクでも対応しないってケースありますよ、結構。最近は確かそういう CT パックが出てきたんですよ。あったね、なんか。知らんけど。日本対応してないの。それで、あの、日本版で遊んでた人たちめっちゃフリーズしまくってました。なんか見たことあるな、それ。よくないな、それは。そして僕もその被害者です。あ、マジですか？今もそのディスクあるんですか、じゃあ。ディスク？あ、ディスクじゃなくて、あれ。パックでしょ。パック、はい。一応あります。わお。まあでもなんか日本版のフリーズ直す作業はかなり後になるみたいで。今はなんか別の作業やってる。別の作業。後回しか。そもそも知らなかったわ、そんなん。電話アタックのサポートがしたいから後回し。そっちが先かい。オンライン対話だっすでにいらないわ。うん。そこまでこだわるか、タイムアタックに。そうなんですよね。しかもオンライン。なんでパックだっけ、なんか。忘れたな。キーズに圧パクでかけられたんじゃね。あ、そういうこと。あの人圧かけるんだ。わかんないけど。よくないな。危ない。黒だ。無理だ。ホンダし、コンブだし。うん、またさん回すのやめてもらっていい？やめてもらっていいですか？オッケー、制限解除。何？新日本橋。ああ、ミスった。ミスったビーン。ミスったビーン？うまいこと言うな。な、適当に思いついたんですよ、なんか。この間やってたら。何ミスったビーンってもう。やばいよ、本人に気づかれたらしばかれるよ、ダメだよ。話されますね、たぶん。ミスタービーは見えて短期だから。フレ戦やっただけでバンするから。
チート使っただけで。せこいな。ねえ。ピタビンなんかあれ。ビンの悪口書いて CTGPA1 された人よく。マジで？いるらしいな。ほら、そういうとこだよ、そういうとこ。ビンの悪口で。ねえ、いちいち気にすんだよ、ね、本当に。できなくなった人が。なんか見たい、そういうの。マジ？うちはチスパ。しょうもなすぎるでしょ。名言だった、名のあれで、なんか。はい。こんばんは。スケーシ。どうもこんばんは。いらっしゃいませ。ああ。マジ？あのかな多分。あじゃあやっぱ本当に。あれはあれじゃん。あいつは老害でタイミング悪すぎ。そうなんです。お久しぶりです。どうもどうも。だいぶご無沙汰です。そうかじゃあ B の悪字書いたらバンされるのか。まあ人によって CTP での番なんで他の CT パックはできます、ね、ああそういうことか。ウィームファイスのものじゃないもんね。ああウィームファイバンされたらもうねパックは何だろうが無理ですもんね。おっと2分4秒、時間勝負2分34秒、停止。なんでそんなドリクラが落ちてるんですか。なんかどっかの国みたいな。どっかの国。もうちょっと待って。はい、待つ。わおお。最後のアイテム、10位でいかがですか。10位でいか。逆戦して確撃でした。8番。最後、パウと3打多すぎやろ。パウあー。ちょっとショートカット全然させてくんないんだけど、もう。ちょっとどういうつもり。あ、カズさん寝ました。超下手。超。うざい。真面目にやってるんだ、こっちは。眠気に忠実に。いいんです。眠いときは寝るんです。チアリニキユースケさん1位ですね。ブレーキが強すぎます。ブレーキが強すぎます。あ、全然いいですよ、もう。またの機会に。まあまあ。次回はハチドックスかな。ああ、待って、どうしようか。スイートチスポーツか。電車猫。伝言は多分ニコ生ではやんねえな。つべだな、多分。お、だんだん選抜メンバーになってきた。ミラー。光に粉は縦に並んでる。縦に並びましたね、ついに。いや。運営の粋な計らいだ。金曜スイートチスポーツやりたいな。まわ。あ、どうも。よし。すげえ。いや、これ今、部屋入ってます。いらっしゃいませ。もうバリバリ空いてますよ、今。てか、今4空き。そう、来たタイミングで空いた。何ですか？上げてくれたんじゃないかな。あ、それはわかる。さすがモニターの神なだけはある。そう、どういうこと、どういうこと。今ね、逆だったらね、モニター壊されますよ。モニターの神登場。そう、神が2人いるんだよ、今、ここに。そう。まあ、いろいろある。そう、遡ればいろいろある、これは。金曜ごめんなさい、僕多分ね、また出張なんですよ。で、飲み会付きなんで、間違いなく帰れないです、ごめんなさい。はい。飲み会っすか？ごめんなさい、キリマンさん、そしてペアさんも。マジ？東のモニターの神すかし、西の台の神キリマン。そう、これ覚えてて。東のモニターの神すかし、西の台の神キリマン。次来週になるのかな？モニターの神って何？来週ですね。じゃあまあ、あの、最初でモニターの神って言い出したの誰だっけ？誰だっけ？誰だっけ？忘れした。なんでだ？誰だっけ、モニターの神なんて言ったの？とりあえず、あの、あ、ニットさんか。あ、俺か。あの、なんだっけ、モニターあれじゃん、これでも配信できませんね、おやすみなさいで塚さんごめんなさいしたじゃないですか。そっから来たんだよ。そうです、俺は自分じゃない気がするんだけど。モニターの神グミさんじゃん。だってまあそこはそうだけど、それは確かにそう、間違いじゃない、確かにグミさんではあるんだ。私に対して申し訳ありませんって言ってたから。じゃあ結局スカシじゃん。その、謝ってる矛先はスカシだから。結論神は誰かって言われたらスカシだ。黒だ。あいつちゃんと何もしないんだよ。まあ。たまたまそのスカシがフレセンの主催だったのかな。いや、もう覚えてないな、マジで。実は僕も覚えてないぐらい昔なんですよ。
でもちゃんと見守っていないと。私は自分でやってるから大の神。自分でやってるから。おお誰でも。おいお茶。あまだ赤コーラ持ってる。ドリンク解除。あれチャリンキュウスケさん。まさか奴を引こうとしてる。おーおーおー。え嘘。とどめを刺された。とどめを刺された。ユウスケさんごめんなさい。えどうしたの？マジかおじさん引き物だごめんなさい本当最低の。あった。当然。前で黒いよさんがトゲ打てトゲ受けてた。ああ。まあいいや。トゲ受けて参加。おお。ニトさん一応どうだ。俺2位にいて魚振った。魚振った。一応。魚振られてしまった。チームヒカル3号ごめんなさい、ゆうすけさん300兆の米まであとちょっとだ。お自分がコメントしたいな。300兆は誰だ。ちょっと揺さぶりをかけるか。2連続でコメントすればいい。まあ、それはある。今日の300兆ダービーやろ。今日の300兆ダービーで、あと私マリカやると感情になるからね。ああ感情感情なくなる。譲り合いかこれは。おお誰もいかねえかこれ。譲り合いだね。いいね。さすが最低最悪の中国境300頭の選挙かーててー。スイートチハ感情しないけどね。どうぞさ。誰が取ったのこれ。これはね、黒湯さんです。黒湯さんね、これなんか横棒しかないじゃん。まあ横棒しかないな。一発進化はいざしラーミーですか。あぶね。熱い熱い熱いミスった。やべやべやってるってやってるって。やばいやばいやばい。あおっと二度さん前方よし。グランボーイグランボーイ共産党の選挙か。そんなつぶやくように共産党の選挙か。あーめ逆かも。そういや推進シーズン入ったんでしたっけ。あそうなんですよ。新シーズン始まりました。アイヘイトミラー黒や2022シーズンか。黒や黒や。なんでリバーでこんな見ずるんや自分。すげーし。マジで。マジシーズン3。そうシーズン3、まあ2022シーズンっていうのかな。え強っ。お強い。おおなんかラーキーパイセン。黒やちゃん。あねハリさん。ああ。買った時にはもう遅かった。もう遅かった。やばい大幅遅延で運転中。なんか前と後ろ離れすぎる。おお、なんか後ろにいる。みんな我先にと。何？トゲ返してた。え、マジ？うち、ガンボーイさんか。ガンボーイ。あ、でもなんかミスってる。ミスってる。後ろトゲか、譲るか。トゲじゃねえや。キラーか。キラーは怖いから譲ります。行っちゃった。お。トゲいった。おっと。また生きてるな。さすがに2回はかわいそうだな。あ、2回はかわいそうだな。あやべバナナ見えんかった。あやべバナナ。1分48秒時間勝負。2分18秒。乗れるかな。乗れねえわ。トルネード。制限解除。あ、もうビンコーナーだこれ。ビンコーナーえまたやったわもう。100% 任天堂コース。最近ここビンコーナーやってるよね、よく。よくないなぁ。ここアップデート深いな。まさか。アップデート期待しましょう。ねえ、公式コースでアップデート期待だな、これは。前代未聞だよ。ここビンコーナーやんな。マジよくないなぁ。あぶねえ、もう。中継、シンドスン。ドスン。おぉ、なんて攻撃的な。日本人か、あんた。純粋な世界部屋で。トゲチアリニキユウスケさん、トゲ受けやめよ。ゴムのやつやんな。あ、そうそうそう、あ、あれか。やばい。お。あ、やばい。あ、やばい。やばい。さあ。この試合トゲきすぎやろ。これは、背番号だな。よし、来た来た。予告、1番着戦して、各駅停車、1番、時間正午2分55秒で5秒、装着停止。
足じゃないべ。3位上がった。お。ああ、最後の L 字のところで。最下位じゃん。最下位やった。背番号、形容詞。3分1秒だった。背番号。背番号してしまう。僕が1位で、アイクロさんにはどうございます。伊藤さん3位。一応8級だからもうすぐ9戦か。ジミヒカル1、4、クルーさん4、全然上がってねえの、マジで。背番号しちゃう。ガンボーイ。ベテシカンスト号。カンスト号。カンスト？でも、ニトさんの実力だったらカンストはできます、ね。いやー、でも、通常コース。トゲミパツハ無理ゲー。あ、そっか。ニトさんどっちかっていうと、あれか、クドとか、クトとか、どんなんだっけ。あと、ハンスか。ハンス、そうそうそう、ハンス。ハンスはレート関係ないんだよな。おう。実力を表すにはどうしたらいい。俺でもいけたんやからいける。いや、キリマンさん特殊な訓練を積んでるじゃないですか。心臓の心拍数言わすなって。心臓関係あるの。いや、だってアイテムあんなボカボカ受けてたらさすがに心臓痛むよ。それは僕でもわかるよ。まあ、確かにそうかもしれないけど、うん、なかなか。まあ、前走ってる時、まあ、でも通常通常コースっていうか世界ならはコースお任せにしてる時点でお察しやけどね、うん、ああまあ別にね、ただ走ってるだけだから。特殊な訓練クトグプ10年以上。うわ、きっつ。クトグプ10年以上なんてやったらもう多分灰になってしまうよ。出発進行。はい、よし。で、さっきユミさんが言ってたよな、ここ。300%で弾かれる。2.8 か。クトブ君に、クトブグブに。大丈夫か。はい。何だったっけ、あれ。え？いつだった？クトグプ？クトグプ。公式時代からクトグプやってた。はい、公式時代からやってた。あ、全部あ、まあ、そうか。黒だ。当時からね、1.1 が何になったか全く分かってない。うん、 1.12 とかありましたからね。うぇい。それの記憶がね、やべ、ミスってしまったのですが。 1.03 だったのって2014だっけな、確か。13か13か14。2014年ですね。14か。ああ、そうだった。確か2014。 1.04 出ないかな。 1.04進化するとこないじゃん。まあこれ以上黒やなんたらしたら、おお、ずれたぜ。共産党の選挙か。共産党の選挙か。改まって言うほどのことでもないな、これは。黒やなんたら。じゃあねー。はい、300と。もうじゃあね。俺だからこのゲームは人生最低の。もう選挙カー勘弁してくれよ。選挙カーで遊ばないでください。誰か常に一人出してる。そういえば、スイトチスポーツでユーミンと野良で会ったな、そういえば。ね、すごいっすよ、それ。どの順位じゃねえのこれ。金だな。選挙カーで遊ばないでください。占領されとるやん、それ。ああ、もうやだ。この子好きだ。この子好きだ。あれ選挙カーバスジャックスな。バスジャックスな。バスなの？バスで選挙カーすんの？バスで選挙カーあかんやろ。なんだ今の落下判定。ね、やばかったよね。やってることやばかった。エラーが発生したよ。助けてくれよ。これだからこのゲームはアップデートの必要性があるんです。制限解除。無理、これ追いつけねえ。USKSH! そう、急にさ、赤さん出してきたからビビった。おお、そう、ユアショーみたいに。ユアスケーです。どうすればいいんだ、これ。ユアショー。久々に聞いたよ。あ、落とされた。お、いや、だって赤さんなんだ。赤さん。何か起こんねえから。溶かされんだろうな。あぶね。あわよくば4に行ってくる。なんか、落ちてねえわ、あれ。ラグだからなの。あぶね。あ、そこなんかラグでよくなるよ。あれ。どれどれ、うん、てかもうリツイート消している。なんか4位になったわ。いや、ダメだよ、リツイート消したら俺の心拍数。制限解除。こんな頑張って2桁順位か。リツイート消していいよ、だって実際にリツイート選べなくなる行動あるんだよな。マジ？普
トコースだけじゃん。カウントダウンで大丈夫だよ。パックの話。そうそう、あ、そういうことね。あの CT だけを選択できるように。項目を消すみたいな。マジか。チーム光るズタボロやんもん、これ、十字一。奈良ちゃんって、あれか。あの奈良さん。普通に9000で1位取ってたけど、多分そうだよね。落ちます。おつです。お、お疲れ様でした。つかー。次から、あと2レースぐらいかな、とりあえず。なんだなんだ神VS 神。150。読んだだけ。ハマチュやん。神バーサス神で、これか。考える考える。なんだっけ、ハイパー考えるだっけ、あの五連単。その時代のことはうっすら覚えてる僕も。言わないと1日が閉めれない。言わないとって。まだ1時間あるよ、今日は。とりあえず僕はもうあと2レースで引退するんで、あとはもうちょっとやりたい人でお願いします。いかんせんね、もう忙しくて、ゲームどころじゃねえやと思う、最近。助けてくれ。引退しないで。引退しないで。どう考える。5連単。150。よく当たるね、ここね。1日で1回当たればいいんだけど。出発進行、あいつよし。危ない。次配信いつですか。いやもう未定っすね。黒だ、背番号6。上配信の、はい、今週の配信がない。うわ、どうか行かないで。今週もね、来週まではお預け。誰今の。ダークすぎ。ワンチャンスかしか。できて日曜だな、多分。どうか日。平日だと無理だ、今週。いろいろ、いろいろやべえ。さすがにやべえ。金、金だろ、普通。まだ一周目なのに。先頭奈良さんの日曜スミトチスポーツ会デラ楽しみにしてます。 OK、 どっちかね。正直どっちでもいいな。最悪迷ったらディスコで多数決取ります。まあ多数決取ると100%エデラになるんだけど。あ、やっぱ危ない。先頭シンの1番。まあね、ハチドックスも楽しいからね、いいんだけど。できればそう、スイートチスポーツもランク上げたいっちゃ上げたい。それハスカルさんの気分次第で。気分次第。すべては君次第。何？選挙カーで遊ばないでください。姉さん当たってんのもう。絶対今のラグだよ。ラグ。黒い裏ぐいって取り出すな。え、でもさ、あれさ、あれだよな。じゃあ今週の日曜楽しみにしてます。以上ね、了解です。ありがとうすかし。ありがとうすかし。そしてごめんなさい。これは、これは、危ない。うわ、あー、選挙か。終わった終わった。ありがとう。あー、すかし。おっと、すかし。やばい、選挙かだ。嘘。ヒカルさんに取られた。いらんて。もうええて。いらないもん。自分で7じゃねえのこれ。あれ ?8 か。またヒカルにこのまま並んでる。ほんとだ、まただよ。90今度は。レミさんかに。あかんやん。しかも下で並ぶことがほとんどだし。ほんとだよな。なんでこの部屋勝てねえ、なんか。勝てねえっす。みんなうまいもんな、確かに、ね、特殊な訓練だよ、これじゃ。向くんに特殊な訓練あってたまるか。あってたまるかな。実際あるでしょ。いや、庶民派ゲームだよ。エイペックスとかさ、そういうなんかスプラチーノとかさ、実力があって当たり前のゲームじゃないですからね。誰にもで、誰にでもできるから。じゃあごめんなさい、今日はラストですね。今日は
です。雑戦どこ行こうかな。あと当たってないのは虹当たったもんな。工場でいいや。ヨッシーフォールズとか。ヨッシーフォールズあったね、そんなコース。あとヨッシーフォースターリー。グッドマリオタッキーとか。ああグフか。あそこは投げないと絶対当たんねえしな。どこもさ、あんま誰もやりたがらないコースじゃない、それ。確かにそう、まあ、言われてなんだけど、そう。ヨシホスターリンは、ま、あ、当たった。ヨシホスターリン。ヨシホスターリン。言ったそばから当たったわ。じゃあ今日はこれで最後ですね。約50。ゴリラにリンチ受けてるルイージがいる。ありがとうございます。とりあえず8000で終われることを誇りに思います。制限解除。やばもう。おっと黒や。誰が投げたの。さあ誰だ今の。おお。飛ばされるの。ただ上でかい。誰が跳ねすってん。さっせん次から気をつけます。卑怯者。注意確認。なこれ楽しいな、やっぱこれやってんの。いや楽しいな、ゲーム。うん、一番心拍数だ。こういうの好きだわ。そうだよ、みんなね。心臓の心拍数が痛い。あとみんなね、クトもいいけど、通常でも遊ぼうね、みんな。原点に帰りましょう。ともちょいちょいやってるな、確かに。共産党を連呼するゲーム楽しい。共産党を連呼するゲーム楽しい、やばいよ、もうそれは。そう。いろいろあの選挙をやるようになると、首相が出るよ、それは。あんまりね、今のこの世の中、共産党のいいイメージっていうのがあんまりないんで、理解点灯してるのあるの一番。黒だ、1分26秒。時間勝負1分56秒デジ。誰かが巨大落としたのか、かわいそうに。巨大落としたのか。そう、共産落とした。おっと、共産主義落としちゃいました。じゃあ何が残ったんだ。民主主義か。資本主義しか残ってない。資本主義のことで行こうかな。3人おトゲいったな。第3兵トゲいった。ありがとう報告。ありがとう。あ、いわ言うべきじゃなかった。おっと黒や。やべ、ミスったびにしてしまった。危ない。危ない。普段一人やってもトゲ行ったって言っちゃうよな、自分なのか。いや、いいんすよいいんすよ。交流戦じゃないからさ、もう何言ってもしれない。まあ、このゲーム適当にやってりゃいいんすよ。そうだよ、こんだけ。うわー、ヒカルさんのケツの赤に当たってしまったな。さっせん、おじさん卑怯者、次から気をつけます。左左から来たからわからんかったな。あー、あれヒヤリハットゲームタイム出る上限あるじゃないですか。はいはいはい。これでね、見えんかったんですよね。じゃあ俺のせいじゃねえな。まあそういうことですね。もうなんでいいかなの最後。いいか。めっちゃ自分さ、キノコ出るつもりで行ってたのに。おっと、期待を裏切ってきた。もう今落ち着いたけどもう無理だね。あ、めっちゃ減ったわ。あー、ちょっと悔いが残る。悔いが残るな。これもめっちゃ減ったわ。いやー、これで終わるんか。これで終わるんか。減った。すいません。じゃあ、いや、終わろ。僕が寝ないと。そうっすね。まあ、しょうがない。本当はね、ゲームやりたいんだけどね。あれ、リクエストされてる。ありがとうございます。誰か知らないけど。よっしゃー、メインのお時間です。腹痛ブス釣り。腹痛バーサス釣り。よし、釣りの時間です。じゃあ、前回の引き継ぎです。こんな前だっけ ?10 月 23? あ、そんなぐらいか。めっちゃ経ってる。今のところあれか、司令長が1位なのか。乗れた？だいたい1ヶ月前じゃん。4000円。2万台で1回ランクインしたんだよな、そう。じゃあ、行きましょうか。レミさんから増車希望と入りますね。乗れなかった。残念。
ワンマン3両編成なんで、積み残し多数発生。あれ起動しないんだが。起動してない。くん。あれ放送者準備になってる。あ、なんか俺も放送準備中で止まってる。フリーズしたぞ。えいの神、致命的なエラー。おっと始まらない。人間顔始まんないんだが。やばいやばい。次役までもアンチパイらしいスクリーンとあったんか。なんだよそれ、勘弁してくれ。スリックマンから、スリックマンから不正なビルド検出されんの。不正なビルド、みんな不正なビルド。え、なんで始まんないのこれ。始まんない。一回これやめるよ。あ、来た、やってきた。一回やめるわ。え、怖いよ。消えた。どうしてだ。え、不正、全員乗れなかった。通話で重いとか、みんな。いや、それは関係ないわ。関係ないと。もう一丁。もう一丁。そうだ、これでいいんだ。準備中。車両故障。なんか重いな。重い。あれ？ステータスっていうか。マジ重いんだけど。重い。大丈夫か。あ、来た。準備中だね。あ、来た。よし、よし、来た。よし、来た。来た、来た、来た。これはいけるぞ、多分。さあ、でもゲームがまともにできるかな。まあそこは早いな。目を離した隙に釣りやろうとしてる。ごめんなさい。折れた。ごめんなさい。折れた。よし、どう？ワンマン3両編成の電車。なんで乗れなかったのですが。おっと。あかんや。いや、ぼっち、ぼっちの画面。いやでも最近のぼっちは不利だぜこれ。まず釣り堀から見直さないとな、これ。スリックマやりまくったね。探検したいところ。スリックマ。スリックマで練習したから。あれ、練習になるか。なんやだね。怪しいよな。釣りックマ。昨日やったな、これ。クラゲ。クラゲ。クラゲのタイミング。クラゲドキタマイ。クラゲドキタマイ。クラゲストッカー、これ。まだ4300しか持ってない。4300。繊細な操作でクラゲだけを釣る。繊細な操作でクラゲだけを釣る技術だ。あ、クラゲだけを釣る。よしよし。技術力。お、いや早くないボルさん、ちょっと待ってよ。レアなのが何秒あるぜ。ちょ、早く早く早く。え、何も来ないな、まずいって。え、何も来ない。え、ちょっと待って。まずいって。何やってんの。レアなのが何も来ない。オッケー、聞けた。え、何やってんの。あ、いや、これもう。これまずい。これ何やってんの。これボルさん1位だろ。終わったわ。で、何やってんの。これボルさん1.7800。ボルさん何本だ。さすがに無理だ、それ。スカラー。あー、誰一人は光さんだけ。俺かい。マジか。俺かい。あれ、司令長どうした。マジか。司令長どうした。マジ人魚釣っておいて、ランキングしたい。やべえぞ。え、せっかく今日練習したのに。マジかよ。人魚来いよ、もっと早く。人魚。おお。12200。12200。はいはい。惜しいな。これはもったいない。あ、ぼっちの場合気だったわ。手浮か乗れなかったの俺だけでは。人魚じゃなくて青いエビ来た。青いエビか。やってるな、これは。私1位ですね。12300。人魚じゃなくて青いエビ。12000。どっちかというと人魚の方が点は高いんじゃないかな。で、あの青いエビ、普通のエビと同じだと思ってた。あ、一緒だっけか。あ、多分一緒かもしれない。僕1位、チャリニキユースケさん2位ですね。お互い3万台でランクイン。リマンさん3位、ガイフロさん4位。しかし残念、またしても5位で2万台ランクインは、ちょっとこれは厳しくなマイナスかもしれない。一応更新はされるはされるんですが、2万台でランクインしちゃうと、ちょっとあんまりよろしゅうないところがあるんで、お許しください。って感じですね。俺はされるのかな。まあ、まだ3位保たれるか分かんないけど。まあ、まあ、最低だし、まあ。いや、自分今日若干ミスったな。前よりは盤面良かったのに。おっと。まあ、それにしても人魚来るの遅いよな。タイミングにやれたが。そう。まだ無空のレートとこっちの
レート比例してるっぽい。7474。まあどっちも減る可能性もあるし増える可能性もあるしな。みたいなもんだ。じゃあちょっと早いですけどぼちぼちこんなところでごめんなさい。寝かしていただきます。じゃあ、はい、配信切ります。次回は未定です。ごめんなさい。じゃあおやすみなさい。オフでした。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。オツです。じゃあねー。